はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ、今回もやっていきます。映画ね、見てきました。まあ、ここにいる妖怪たち全部もちろん出てきたんですけどね、まあネタバレになっちゃうんであんまり言わないですけど、まあね、妖怪いっぱい出てきたね。で、まあ、全ての登場人物にやっぱ意味があるっていう、なんかそんな感じでしたね。これは本当に今回の12月のイベントはなんか本当に前編っていう感じだね。あのババアもいるね。ババアがまさかねっていうね。で、一応今回はもう最終日なんで、まだね、このメローラのパンツアップルパイを使って、ちょっとワイポイント稼ぎしていきたいですね。はい。これね、いいっすよね。で、ちょっとあと、秘宝というか残念なのが、このヤシャエンマは、もう多分合成ですね。合成。なので、ちょっとね、一番、前はね、リミットブレイククラウドの時は S ランクのクラウドとアイテムの合成だったけど、今度はね、その合成する素材両方ともゲットしづらいんじゃないのっていう、なんかそんな感じ、映画を見るとそんな感じですね。はい、じゃあちょっとプレイしながら、まあネタバレにならない程度にちょっと映画の感想とか話していきたいと思います。はい、そしたら創造主の間をクリアしたら、プレゼントの間のレベル7に来ました。なのでここでいつもの、今回はねパンツじゃなくてアップルパイ使ってやってみます。6291ポイント、6291ポイントから、まあ、どんぐらいね、たまるか、やってみたいと思いまーす。はい。いや、でも映画ねー。あ、そう、あと一個で映画。映画見ようというのがあるんですけど、猫またのね、ポップコーンね、バランス取ってるとこなかったんですよ。なので、ちょっとね、猫またのポップコーン、感じでちゃんと見るように気をつけた方がいいです。本当自分の言ってるとこはね、ドラゴンボールのポップコーンあったんだけど、猫股のポップコーンなくてね、だから猫股のポップコーン妖怪をゲットできないんですよね。それが本当に残念。いやでも猫股のポップコーンないなんてみじんにも思わなかったからね、ほんと残念ですね。あれドラゴンボールあったんだよね。いや、やってほしかったな。なんかね、S ランクの猫またポップコーンで、秘密の、それを買うと秘密のコードでなんかね、ゲットできるらしいんですけど、いや、もう残念ですよ。なので、ほんと、まだね、映画行ってない方、ほんとポップコーンね、自分が見に行こうとしてる映画館、ほんとチェックした方がいいんですよ。なので、猫股のポップコーンがあるかをほんとにチェックしてください。ほんとに残念だったんで。そこがちょっとマイナス点かな。あとはあれだな。いや、でもね、いろんな伏線を回収するって感じで、まあね、ほんとそこは楽しかったですね。じゃあゲートボール使ってプレゼントの間いきましょう。これがね、何周できるかで、どんぐらい稼げるか決まってきますね。プレゼントの間を何回いけるかだね。はい、じゃあ最終戦かな。また来ましたね。でも今回映画を見て思ったんですけど、まあいっぱい妖怪出てくるなっていうのもあったんですけどね。
だけどこれ全部アニメのサブサイトにつながってますよね。なのでね、ちょっとアニメのね、本当のボス、今回の映画のボス一緒なんじゃないのっていうのもねあるよね。でもなんかほんといろんな妖怪がとにかく出てきたんで、プニプニもね一応なんか15体決まってるけど、なんかねもっと出てもいいよねっていう感じですよね。だから映画イベント、さあお願い、おーやったー、想像してだ、映画イベント果たしてね、この12月2コマ目と1月の1コマ目で終わるのかっていうね、まあそれぐらい、まあたくさんね、新妖怪というか、まあ、新幻獣みたいなのとかね、結構出てきたんだけど、これはすごいんだろうね、なんかもったいない感じがしますよね。まあだからもったいないなっていう感じで、去年はねそのままシャドウサイドに移っちゃったんだけど、いや今回もほんと盛りだくさんね。いやー、ただ妖怪ウォッチ普段見てない人はねえ、分かるのかなってちょっと思ったりもしたけどね。はい、そしたらボス来ましたね。一応今回の映画ってまあね、最初はなんかとてもいい話っていう感じで、後半からね、あーバトルだなーって感じだったっすかね。みんな神と関わりがあるっていう、なんかそんな感じ。だから映画の予告編で思ってたことと結構違ったなっていう感じでしたかね。そう、まあね、ほんとでも、いやーヤシャエンマ合成だよ、あれはもう 100% 合成。いやー、でもさあこれでまたゲートボール使っていきます。いやだからね、新規のあのユーザーを増やすためにやっぱりリセットマラソンしてゲットできるように、やっぱそうやってやるんだろうな、前回の FF と同じような感じになると思われますね。はい、じゃあまたもやプレゼントも最後まで来ました。あとね、思ったのが、映画に出てくる有星大樹ね、有星大樹ね、今の秋彦、ん？待って、春や夏目とは秋のり、ごめん、秋のりだ、秋のりのおばあちゃんは三重なんだよね。で今回の映画に出てくるのがタエなんでしょ。だからどうなんだ、タエって特にね映画では出てこなかったんだけど、あのタエとミツエって兄弟なのかな、そこがねちょっとねどうなんだろうなって思ってね。ハエとミツエって兄弟なんじゃないのってちょっとどうなんだろうね。さあよっしゃー、また一周できますね、これでガッポガッポ稼げるぞ。さっきカンポゲットしたから、カンポ使わずに課金しなくて済みます。やったぜ、運がいい。じゃあ行きましょう。さあ
250ポイントだね。創造主の間は250ポイントだね。いやでも今回映画みんな活躍したな。まあ泣けるっていうとなんか今までの映画の方が泣けるような気はするんだけどね。いやただなんかね今回はあの前売り券で猫股のアークを変えたけど、なんか当日の時になんか目がね不動明王になんかあのシールとかいろいろもらえたけど今回はねなかったかな。あとねエンディングでね妖怪ウォッチとあとシャドウサイドのね両方を絡めた絵が出てね、それが良かったね。ねえそっちじゃないよ。はい、これでまた行けます。プレゼントの間これで4回目かな。4回目。いいね、4回目って最高だね。そうしたらどうだろうね。今後、まあ、ウォッチ新しく出てくるみたいですけど、どうなんだろうね。ウォッチ下町金が使うウォッチのゼロと、イツキが使うねウォッチのゴッドの方ね、エルダゴッドの方、これね12月1月って両方出るのかはたまた違うのか1個しか出ないのか、ちょっとその辺がねすごい気になるところですかね今後はね。はい、じゃああと時間がもうなくなってきましたね。これで最後かな。いやでも今回はいや実はね撮ってない時に一回ね9000ポイント超えたんですよね。でも今回ね撮ってるからねやっぱちょっと進みが遅くてね終わんないね間がね。前は終わってそれで冬の間だったんだけどね、今回ちょっとこのプレゼントの間が終わらない感じ。まあただ最後332ゲット。お、あと42秒ある。最後じゃなかった、もう一回いける、ラッキー。これね入ればいけるんで、ただやっぱあれだよね、これだけでワンポイント稼げるゲットって他にはないんで、まあちょっと名残惜しいですよね、ほんと。なのでできたらね、来年分ガシャ満載ぐらいのポイント食べたかったですけどね。ただまあ、しょうがない。バンパラヤがちょっとね、持ってないので、窮屈なね、集会だったっすかね、まだ。まあ今回の収穫はでも、白駒サンタゲットしたことかな。はい、でこれでラストかな。いやでかいよね、一周でよ332ね。まあこれサブアカだからねでかいっすよね。はい、おしまいかな。はい、30分経ちましたね。6200からスタートしたんで8600ですね。ちょっとね撮りながらやってたからロスがあって、最後のねこの2つを倒せなかったのが残念ですね。これ言ってれば600だから、9000は超えてたね。まあなんでちょっとサバカで弱いアカウントなんで、まあ、ちょっと集会にがね遅かったんであれだったんですけど、やっぱ気まぐれゲート運がいいと稼ぎますね。はいはい、じゃあ一応プレゼントの間はクリアしてみました。これでね15000超えたな。
はい。まあかなりいいね。これね。あー、ここでやっぱ出ちゃったか。まあまあまあ。今回はまあ最初プレゼントまあ2回目からスタートして、プレゼントの間、プレゼントの間、創造主、プレゼント、創造主、プレゼントと6回ね間を回れたんで、8600稼ぎましたね。うん、だからもっと早く周回できる人だったらね、30分1万超えも夢じゃないかもしれないですね。はい、じゃあ、まあ、今日最終日なんでね、明日の映画連動イベント楽しみにしたいと思います。今やらないといけないんだってね。はい、じゃあこれでもどうすんだ、ほんとね、全キャラ出すの大変だよね。いやでも映画ほんとね面白かったんで、ぜひ皆さん見に行ってください。はい、じゃあ今回ここまでにします。よろしければチャンネル登録お願いします。はい、それではまた今日もう一本出そうかな、次の動画でお会いしましょう。さよなら。いや映画面白かったっす。あ、そうだ、猫ま、もうしつこいようですけど、猫股のポップコーン自分が見に行ったとこ売ってなかったんで、ほんとそれだけは皆さん注意してください。それでは本当にさよなら。